あと1年遅かったら、うん、僕あのカモメンタルと一緒に3人組でやってたっていう。うわー、そうだな。3人でやってたとコントってどんなことやってたの？ YouTube 大喜利ではあなたと芸人の参加を待っています。生配信で倉本充がキープした答えの中からベストアンサー賞を決めていきます。打ち合わせゼロ、予定調はなし、お題もその場で決めていく、ゲストと完全アドリブの1時間。今日のゲストはですね、はい、小島よしおさんでございます。あー出ました、ピーヤ。言わんと地で見せてたで今、ね、本当でね、あんまり声出しなかったもん。本当ですよ。そうですよ、ようこそいらっしゃいました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。もうすでにもうチャット上ではもうピーヤピーヤのオンパレードでございます、ね、ピーヤの嵐が起きてるよ、なんか。そうですよ。小沢まりなです、よろしくお願いします。でこのまりなちゃんが皆さんから集めた質問をですね代表して聞いてくれると、ね、いろいろ質問お待ちしております。お待ちしてます、はい、ね、基本的には何でも答えてくれますよね。大丈夫大丈夫。ホワイトボード落としてまでありがとうございます。フォローって今落ちましたけど、ありがとうございます。ね、しかもこの小島さんからいただいたこの大喜利覚醒ピーヤということでこれ目指していただいて、覚醒しますからね、はい、ありがとうございます、ね、色紙も、はい、任せください、はい、ではこれいきましょう。はい、はい、どんなお題が出るんでしょうか。皆さん質問もね、どんどんお送りください。質問って書いていただくとより拾いやすくなります。はい、宗像さんからいただいたお題で、はい、歌手の、うん、歌手系のお題です。わかりました。歌手の名前系の、はい、僕ちょっと考えますんで。わかりました、はい、じゃあ皆さんがね、質問タイムですね。はい、質問お願いいたします。はい、はい、リカピーヤさんからの質問です。あ、もう、はい、あ、入ってますね、リカピーヤさん。あ、そうですか、はい、もうピーヤが入ってますけども、はい、はい。ピーヤの休日を始めて何か変わったことはありますか？ピーヤの休日、はい、まあ、オッパッピー小学校っていうのを最近ずっとやってたんですけど、はい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 、6月からは、まあ、その学校、オッパッピー小学校では学校の授業、うん、でピーヤの休日ではその要は休日とかに、うん、遊べるような、うん、遊んで楽しい、なんていうか、ものを子供が見てて、うん、なんか真似しても楽しいなとか、あ、そういうのを真面目に遊ぶみたいなのコン、まあ、コンセプトに、うん、始めたんです。スライムを作ったりとか。ああ、なるほど、はい、はい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 。それを始めてどうですかっていう質問ですよね。そうですね、うん、リカピーヤさんは実はあの、はい、名前にもある通り、はい、もうものすごくこう、常連のお客様で。ああ、なるほど、大ファンということで、はい、まだこの僕がこっちで YouTube で生配信してる頃にお客さんがまだ8人とかしか見てないような時にもこう、うん、見てくれてた。うわ、はい、これをこれ多分リカピーヤさんもこのエピソード言ってもらって嬉しいと思いますよ、うん、ね、はい、ね、はいはい、で、はい、そのピーヤの休日、始まってどうかっていうと、うん、これから行くぞっていう感じですね、うん、はあ、ははあ、なるほどなるほど、はい、まだ始まったばっかですもんね。考えてみたらさ、そうなんです、はい、YouTube っていうものを日本に広めた人やからね、うん、え、あ、そうなんですね。そうやんか。だって小島よしおが世界の YouTube でめちゃめちゃ再生回数がすごいっていうことになって、そんなもんあるんだっていうのが一番最初やんね。そう、今倉本さんがおっしゃるまで俺忘れてるぐらいでしたけど、でもそうでしたね。そうですよ、あなたがそんなの関係ねえっていうのは日本じゃなくて世界で受けてんのよ。はいはい、そうですね。すっごい再生回数になって、あれ YouTube やからね。あ、それ YouTube でしたっけ。そうですよ。あ、すごい。そうなんですよ。そうですね、それで再生回数がすごいっていうことでなんかテレビで紹介されたんですよ。そう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 、だから YouTube デビューなんですよ、どっちかというとこの人は。あ、そうなんですね。逆輸入なんですよ、世界で。それで今ではもう小学校の校長みたいなね、オッパッピー小学校ですから、いろんなことなっていくなと思って。すごい。だから最初鳴り物入りで始まりすぎて、うん、あの急に人気なくなったのよ。あ、ズコってなってますけど、ね、はい、でもそれを取り戻すようにまた違うことやってるからね、うん、やっぱ人と違う売り方するというか、うん、なんかやっぱ発明家なところあるんですよ。やっぱいろんな角度から攻めると、大喜利と一緒の感じでね、うん、はあ、はあははあ、なるほど、うん、謎の歌手デビュー、そのキャッチコピー絶対聞きたいやん、どんなキャッチコピー？
史上最強の霊感持ち。いいですね。史上最強っすよ。いや、史上最強もよりも霊感持ちっていう言い方がアホみたいでおもろいわ。そうですね、霊感持ち。だってね、史上最強の霊感持ちでも歌詞とも全然書けないしね。そうですよ。そうですよね。合間のトークがすごい面白そうだな。もうライブ想定してるんですね。そう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 。歌の力関係ないからね、霊感持ちって。ああ、いいですね。霊感持ちって、まあ、変やからやっぱキープ。なんやそれ。いいですね。歌全然関係ないやん。ねえ。謎の歌手デビュー。そのキャッチコピー、絶対聞きたいやん。はい、どんなキャッチコピー？伝説の楽器、ペコタラポを巧みに操る。ペコタラポ、いい、ケイ、聞きたい。だってペコタラポなんてないからね。どんななんですか、それをね、やっぱり作っていく。うん、発明でした。うん、だってペコタラポみたいもん、そいつより。だから見てまうわ。伝説のですよ。うん、もうここ500年はもう弾いた者がいないという。あのペコタラポーなんか剣みたいな伝説の剣みたいな。ペコタペコパラペコタラポーか。ペコタラポー、ペコタラポー、ペコタラポーの絵を描いてくれる？どんなんか。ああ、ペコタラポーの、うん、いいですか、ね、ペコタラポー、はい、気になるんで。気になるんで、うん、そうなんですよ。私ですよね。そう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 、そうです。あ、はい、後ろのホワイトボードでもいいよ。これ使ってね。どうぞどうぞ、はい、すいません、はい、じゃあ、はい、では小島君、はい、なんていう楽器やったっけ。ペコタラポーですね。ペコタラポーの正体が明らかになります。忘れてたから。皆さん、ペコタラポー忘れてた。はい、教えてください。どれお願いします。はい、これです。ペコタラポー。うわぁ、なるほど。あ、ペコタラポーのコタがタコっぽいっていう感じもあるのかな。そうですね。まあ、キコポーっていうぐらいの笛で、これ、口が、うん、つけるとこ5個あるんですよね。確かに。ありました。うん、5個あるんで、これだから普通のなかなか人じゃ弾けないっていうのもあって、あー、そうか、あー、なるほど、すごい、なるほど、こうやって弾かないと、うわうわ、一人で 5つの加え口を変えることによって音が変わるというか、キーが変わる感じだよね。うわ、なるほど、これ同じやつだけど、こっち吹いたら口が音だった、こっち吹いたら口が音だった、はい、そりゃすごい、これがなかなか使いこなせない、なんかなるほど、5人で弾くわけじゃなくて1人でやんなきゃいけないっていうのがもう吹きこなせないってことなのかも。いや、でもそれはほんまにテクニックいるし、うん、マジでそんな楽器ありそうやし、うん、なんかそのちゃんとしてるよな。いやいや、恥ずかしい、ペコタラポーっていう聞いたこともない楽器で、うん、それはめちゃめちゃおもろいねんけども、うん、いざ何やって聞いた時には、うん、すごい説得力のあるそうなんですよものまで持ってくねん、はい、やっぱり A 大学出てるな。本当ですね。恥ずかしいです、ね、はい、はい、ペコタラポー、これがペコタラポーです、皆さんね、伝説の、はい、気になってたと思いますけど、ね、ペコタラポーいいね、いいですね、ペコタラポー、はい、ペコタラポーいいですわ。はい、じゃあ次の音聞きたいわ、大事にしていきます、これから、うん、ね、音聞きたいわ、楽器のね、うん、もうペコタラポーの奏者としてのゲームをちょっと一個持ったらどう。ついにペコタラポーのゲー、ペコタラポを操る男としてそのゲームを一個確立してくださいよ。そうですね、もうこれも作っちゃって、うん、そう、うん、作れるペコタラポの奏者ですって、うん、そうだってそれ多分土とかで焼き物でできるでしょ、陶器で。ああ、なるほど、あ、ね、それちょっと楽器作りの人にちょっと頼んでやらへん、ほんまに。やりましょう、ね、どうぞ。はい、ほんまありやと思うで。なんかおっぱっぴー小学校の音楽の先生に弾いてほしくないですか ね、なんかね、うん、森くんさんの、うん、おかんの、なんか面白い部分をちょっと考えるというようなお題なんで、わかりました、はい、ましょう、こちらも味付けをしていただいて、はい、その間ね、質問コーナーでございます。質問に行きたいと思います。はい、うん、福田静代さんからの質問です。はい、宇大さんや牧雄さんとの思い出話を聞かせてください。あー、なるほど。そうかそうか、ね、YouTube 大喜利にもカモメンタルのお二人ね、出てくれて、欠かせない存在ですから、ね、元同じグループの、ね、わけですから、はい、そうですね、はい、うん、もしかしたら知らない方も多いかもしれませんが、ね、カモメンタルは一緒に、あまりにも芸風が違うんで一緒に
やっていた、ね、2人なんですけど、うん、はい、実はそのまあ5人組でやってたんですけどね、うんうん、あの WAGE っていうグループでやってて、はい、うん、で解散しちゃったんですけど、うん、で、まあ、僕はピン芸人として、まあ、結構割と次の年ぐらいに、まあ、そのそんなの関係ねえっていうのでこうバーッとこう、まあ、テレビとか出させてもらえるようになったんですけど、うんうん、はいはい、これがですね、あと1年遅かったら、うん、僕はあのカモメンタルと一緒にこう3人組でやってたっていう、あれ1年遅かったらちょっとそれも見たい気もしますけど、まあね、俺さ成立すんのかなって思ってた、うん、あ、そう、あの和芸の時から実はそのこの僕とカモメンタルの2人の3人のコントっていうのは必ず単独ライブでもやってて、うん、あ、そうなんや、はい、で、宇大さんってそのやっぱ大学時代の先輩なんで、うん、俺と牧尾をすごく可愛がってくれてて、あー、なるほど、で、そのまあ言ったら、まあ、笑いの道にこう、まあ、引きずり込んだじゃないですけど、宇大さん見て俺も牧尾も始めてるんで、なるほどね、フィクサーだから宇大さん的にもこう、なんか小島もなんとかしてあげないとなみたいなところも多分あったと思うんですけど、うんうん、ネタも書けないですし、うん、で、あの解散した後にそういうことがあったんですけど、僕がなんか、あのすごいラッキーで、そんな関係ねえができちゃったんで、うん、まあそれ、ま、幻の、あの、なんていうか、計画になったんですけど。はは、3人でやってたコントってどんなことやってたの？内容。いや、3人のはどっちかっていうと、だから宇大三色がカモメンタルっぽい。ああ、そうなんや。僕がツッコミやったりしてたんですよ。あ、ほんま。はい。あの二人がなんかその、なんか下手者好きの兄弟で、はいはいはい、それに対して僕が突っ込んだけど、僕が一番まともな役っていうか、二人がボケで、僕が突っ込みみたいな。でもそんな流れの中で、そんなの関係ねえっていう言葉が生まれたとかっていうことではないの？WAGEの時ではなかったですね。でも、おっぱっぴーは、まあ、その三人でやったコントの時に、初めて舞台で言ったと思います、僕が。あ、マジでその、カモメンタルの2人と3人でやった時、はい、その時におっぱっぴー生まれてんだよ。なんかその教習所のコントがあって、うん、はいはい、宇大さんがなんかあの人工呼吸の練習するのあるんじゃないですか、うん、はいはいはい、あれをなんか生身の女性と従う変な人でっていう設定で宇大さんの世界観が今一瞬パーッと見えましたそれで、俺がなんかその時になんか、うん、俺はその時 ボケの方だったのかな、急にそのうだいさんがキスするのを乗せるみたいな感じで、こう飲み会のコールみたいな、はいはい、やる時に、それ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 、なんとかおっぱっぴーみたいなのを確か言ったんですよね。出てきたよ、その時。はあ、これは貴重だよ。舞台やったら確かそれが始めたと思います。はい、それがもう今、おっぱっぴー小学校になってるからね、後ろでね。すごいよね。残ったな。そうですね、おっぱっぴーが。はい、ですね、なんか貴重な話でした ね3人組。はあ、なるほど。今日おかんの料理やけに品数多いな。何かあったやろうな。何があった？伝説の調理器具ペコチャングを手に入れた。ええぞええぞ、これもう天丼天丼、完全なる天丼。伝説のまで一緒や、伝説のから一緒やから。もう実態気になるじゃないですか。天丼のセオリーを確実に使ったの今ね。